んは。11月になりました。今月もよろしくお願いします。もう明日は11月の2日ですね。すごい。ジュース。明日はヤングガンガンさんの発売日です。デジタルだったら、そうね。もうあと1時間ないぐらいか。そう。もうね、付録がすごいので、ぜひぜひ。表紙も解禁されてね。付録がすごいので、コンビニはなんかどうなんだろうね、置いてある場所と置いてない場所があるみたいですね。ね。公式さんも今日なんか私が見てる時の動画が上がってました。おー、よかった。そう、ようやく。お、ありがとうございます。シープレさんもよろしくお願いします。そう、結構がっつりさ いや、結構がっつり、そうね、見えてたような気がするんですけど みたいな なんかあれみたいな あれ、ちょっと結構秘蔵カットとかじゃなくて おーおーおーみたいな おー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 に見えてるとはね、もうちょっと隠すべきでした みたいな
そうなんや。隠さない、いや、どう、でもあれが、でもなんかコメントでなんかこれがプロの技だよみたいな、逆にこれがそうプロの技って、逆に気になってみたいな、だからあ、そうなのみたいな、さらにそうさらに期待しちゃうよみたいな、あ、そうなんだってだからなんかやっぱりじゃあその道のプロはやっぱすごいなって思いました。買いたくなった、あ、そうなんだ、ね、すごいんですよ。でもそう、あれはまだもうちょっとなんか、そう、デッキ完成ではないんですよね、あれは。そうそうそう、そうそうそう、そう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 、完成前って感じです。完成前の一歩手前みたいなやつ。楽しみですな。で、明日は秘蔵カットが発売ですね。ぜひぜひゲットしてくださいね。11月、すごいですよね。そう、8ページです。すごい、秘蔵カットが、秘蔵カットいっぱいある私はね、選んでないや。プロの方が選びました。やばい、明日は前日、コンサートの前日だ。
でもリハーサルの前にね、違うお仕事があるんですよ。すごくない？ね。でも何するか分からんの。何が起きるんだろう。すごい、10周年、すごいね。そう。さやのグッズ？でも結構、なんかアイドルってなんか秘密多いかも。なんか直前、本当に直前まで秘密にされること多い。マネージャーさんとかもなんかすごい濁しているんですよ。何があるんですかって聞いてもなんか、いや知らないみたいな。秘密って言われること多い。だけもうね、慣れてきた。聞いても教えてもらえんやろなーみたいな。でもさ、知らない方がいい時もあるよね。多分そうなんだよ。ナンバの久人さん、なんかなんでこれは10周年のやつ、いっぱいありがとう。携帯壊れてやっと会えました。壊れてた、携帯壊れてた、よかった。初見にあった。よいしょ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 。
洗ったら大変よね。10周年。データ全部飛んだ。いやそりゃ悲しい。そりゃ悲しい。よいしょ。のヒサお父さん、携帯が新しくなって戻ってきた。新しい携帯でよろしく。そうだ、だから、うん、もうね、前髪がカタカタなんですよ。前髪がゴタゴタだけんさ、美容院行こうってコンサート前に思ってたんですけど、全然行けなかった。全然無理だった。ね。ね。だけん、コンサート終わってから。コンサート終わってから。なんかご褒美も兼ねて、リフレッシュも兼ねて行こうかなって。あ、でもそっか、3日。4日お話し会で5日公演だから、また前髪ガタガタでお話し会と公演やばい。
もう切ってもらうしかない、ももちゃんかミルクさんに。前髪、うん、なんか長いとこ自分で切ったらガタガタになった。切ってもらえるかな。でも時間がなくて切ってもらえんかも。ってなったらもう自分でね、着るしかないんよ。こうなったら。着てみるか。見るか。チャレンジ。どうしよう、怖いな。やめとこうかな。どうしようかな。一回切ってみようか。でも戻ってこん。いつの間にかね、カタカタになるかな。いや、メイクさんに切ってもらうか。いやでも当日どう？忙しいよ絶対。こんな忙しい日にね、前髪切ってくださいなんて言ったらなんか、うーん、ちょっと、自分で切って。絶対言える。そう言われる前に自分で切るしかない。でもそう、ももちゃん、でもこの前ももちゃんにライブ前に前髪切ってって言ったら、ごめん今ごめん今ちょっとそう時間がないからって言われて、あ、そうだよねごめん。でそりゃそうよ、ほんと。いやもともと言っとったやん、え今日切ってって、リハーサーの時に、あ、いいよって言われとって、で本番前になって、うん、え、もちゃん切ってって、ごめんもう時間なくてごめんねって言われて、あ、うん、自分で切るわ、やばい、もうこれはもうやばい、自分で切るしかない。
や、それかメイクさんの、メイクさんのハサミで切るか。こんなに前髪について悩むなんて。切るか切らんか、いや明日まで待とう。明日聞いてみよう、ももちゃんに。明日聞いてみるわ。いい感じに時間あったらももちゃん切ってと言ってみよう。そんな時間あるかな。時間あるのかい。どうなんだい。とりあえずハサミ持っていっとくわ。とりあえず持っていくわ。でもしもごめん今は無理って言われたら、私のHP はもうもうゼロよ。もう私の HP はもうゼロよ。切らんという選択肢はないんよ。なるようになるか。でも3周ぐらい回って本当に自分できるかもしれん。こんな悩まんで。そう、こんな悩まんで。結局自分で切ればいいよねって一回確認してみよう。一回普通にくしで伸ばしてみて。ちょっとそれで決めるわ。you
くりだな。今日もゆっくり寝よう。つべこべ考えずにゆっくり寝ましょう。これ考えずにね。最近本当に寝ることが本当に大事だなと思ってる。ありがとうございます。ね、大事だよ。ファンのみんなありがとう。エナジーはいや飲んでなかったんですよ。けど差し入れであって、というかそう、ダンスの先生からスポーツドリンクを飲みなさいって言われて、で自販機まで行ったけどスポーツドリンクがなくて、えないじゃんってなって、そしたら差し入れであってエナジーがいっぱい。よし、これで。よし、これだと思って。はい。いや、オロナミン C です。オロナミン C です。じゃあいいじゃん。じゃあいいか。え、そうだよ、エナジーと言ってもそう、なんて言うんだろう、まあ、ジュースよ、美味しいジュース。じゃあ、よもっと、難波のひさとさん、しんべえさん、えんおうさん、Dさん、さとるんさん、いぬちゃん、のうびりさん、せいやんさん、こっぺさん、
青い鳥さん、みつるんさん、バリーさん、高蔵さん、きちねさん、まいせんさん、台湾のこうさん、フジポンさん、つりけんさん、ロックオンさん、オーサムさん、ひろとさん、ホタテ様、ミッドナイトシュガーさん、ゆうすけさん、メガバイトちゃん、ビーツさん、ケリーさん、トシーサさん、そんわちらじゃわらびばとさん、くまきちくまおさん、こぶやきさん、おうかさん、ころすけさん、あおちゃん、ありがとうございます。ありがとう。よかった。ありがとう。ありがとう。こちらこそだよ。明日はよろしくお願いします。ほんと何静岡って何だっけな、何だったかな、ちょっと忘れちゃった。いつもほんとなんかそう確認みたいな感じでこんな感じなんかなりますみたいなのはなんか見てるけど、毎回忘れるんだよね。毎回忘れちゃうんだよね。だからいつも新鮮な気持ちで見てる。これかーって。なんで忘れちゃうんだろう。そうなんだよね、私なんで忘れちゃうんだろう。なんでか忘れちゃうんだよね。まあいいか。まあいいか。もっと気楽に考えよう。忘れたことを忘れる。いいね。よし。ほんと最近なんかめっちゃすぐ喉がカラカラになるんだけど、
これがもしかして秋の乾燥か。明日1400日だけど、多分絶対ボサボサかも、髪の毛とか。じゃあ、ありがとうございました。